はいいよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の文章題シリーズ第9弾やっていきましょうで問題問1問2の2もありますのでまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまず問1の方からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。 それでは画面下げますのでお待ちください行よそろ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 ともうちょいこの辺かなよしじゃあ参りましょうで今回はねかの有名なカレンダーを使った問題で多分みんなもまあ、学校のワークとか教科書とかでどっかでねまあ、こういう問題見たことあると思うんです一度はね出会ってると思ってて でまあ、今回受験に実際出されてたから使ってるっていうのもあるんですけど少し変わってるんですねこの問題で何が変わってるかっていうとカレンダーの問題の王道ってこの中である法則に従った数字の組み合わせを指定されるんですね例えばここの4つ四角囲ってこの4つの数字について考えなさいとかあと十字十字ね例えばこここことここの,この十字の 5個の数字について考えなさいって言われるんですけど、これは、あの、ある法則を書いてくれてるから、まずこれを読んで、自分で見つけてねって、どの数字について考えてるかっていうのをやらなきゃいけない。このワンクッションが入ります。でもちろん、これが入ったとしても全然対応できますよって方もいると思うんですが、受験本番でね、例えばみんなが今までこういうのやったことがなくて、このタイプが出てきましたと、あれって、私の知ってるカレンダーじゃないみたいな。 なんて、戸惑って焦っちゃうと、まあ、いつも言うけど受験本番の時の焦りとかその戸惑いってすごくこうパフォーマンスに下が,下がっちゃうんだよね。他のできる問題だったはずも焦っちゃってできなくなるみたいな、まあ、俺のあれよ大学入試の前期みたいなもんなんだけどああなっちゃうのが嫌なので一、まあ、回出会っとくのがいいかなと思ってねあの動画で使いました。ごめん、ね、ちょっと前置き長くなりましたけどまあいきましょう。で今ちょっと,な、えっと文字全部書くの大変なんで一番大きい数 A 真ん中 B 一番ちっちゃいの C って思ってください。 で、1個目のルールが、一番小さい数と真ん中の数が上下、上下ね、に隣接、くっついてますよと。じゃあどこから、まあ、どこでもいいんだけど、じゃあまずこことか使ってみようか。上下に隣接してるからね。で、えっと、一番ちっちゃいのを C にしてるから、上のがちっちゃいからね、こいつが C。で、今こいつが B になります。じゃあ次のルール。真ん中の数と一番で大きい数は左右、ね、左右に隣接してると。だから、今 B はこれでしょ ?17。 と、A が左右です。で、左右だと、こっちもあるし、こっちもあるわけよ。でも今、A の方が大きい。こいつは真ん中の数だからね、17は。だから、こっちにしちゃうとさ、B が一番大きくなってしまう。だから、こっちだよね。こうですあ。こいつが A です。今まで言う。で、今、この3つの筋。つまり、こういう形だったの。こういう形について、 考えてくださいねっていう問題でしたっていうのがまずスタートとしてこれが理解できれば、まあ、あとはもう王道ですいつもやるのと変わらないとそれでは行きましょうょねあのいつもさ問題番号1とかって書くんだけどルール説明がさ丸1丸2丸3だったんでちょっと分かんなくなるかなと思って珍しくちょっと「遠い1」って書き方にしましたで今回は2番目に小さい数を x としますとちょっとこの、A「abc」はもう忘れてくださいなのでえー、っと青にしちゃおうかな ここが x です二番目だからね真ん中の数を x としますその時に最も小さい数こっちねと最も大きい数を x を使って表しなさいとじゃあまず小さい数からいきましょうかでもしねカレンダーの問題苦手だなって思ってる方は 一つ文字を置いたら、あとはこれをしっかり見れば絶対解けます。これね、すごくハードル下げてください。みんなの中で。ハードルが高くなってる方はねで。どういうことかっていうと、今ここを x って置いたじゃないですか。じゃあ、上の数ってさ、この数と比べていくつ小さいかなって考えるんです。だってもともとこれ17だったんでしょ。で、上の数って17から7を引いた数ですよね。まあカレンダーだからさ、7引いた数じゃんか、絶対に。 つまり上の数は x から7引けばいいからちょっと答えは赤にするね x-7 で,で,で,で同じように隣の数一番大きい数ねこれは x と比べていくつ大きいって隣は1大きいだけだよねだから x に1を足せばいいじゃんってこれだけなのいいかな で、えっと、これも余談になるんだけど、この問題はちょっと優しいタイプです、受験の中でも。なぜかっていうと、置くものを指定してくれてるから。真ん中の数 X って置いてごらんって言ってくれてる。でもこれ、その、これを置いてごらんって言われない、え言われなかったとしても、解けるようになってほしい。結構、受験出てくるパターンとしては、もうこれを今2番でね、やっていくけど、3つの数求めなさいってあるじゃんか。いきなりこれ言われます。で、しかも、これ、いきなりね、 3つの数求めなさいって言われたら確実に途中式書かされますその解いてきた過程も全部書きなさいみたいなだから自分でえっと真ん中の数を x と置くって実はこれ真ん中じゃなくてもいいの一番ちっちゃい数を x って置いてもいいし一番大きい数を x って置いても解けますどこ置いても解けるただやりやすいのは真ん中の数ですの方がやりやすいなぜかっていうと計算で大きい数が出てこないんであんまりってのは覚えておくといいんですけどまあまあいいですね いいかなじゃあね3つの数解きなさいと。じゃあどうやるかっていうとこれも使ったよね置くために。でこれも使いました。使ってない。3番は。じゃあこれ使っていきましょうと。で今こうやって省略形で書いちゃったけどもともと書いてあったのは最も小さい数の2乗。ね C の2乗にしてあるけど。と2番目に小さい数 B の2乗の和が一番大きい数と。ごめんなさい2乗に等しいって言ってます。つまり。 えー、一番小さい数これねこれの2乗 x-7 の2乗と真ん中どれ真ん中は x か x の2乗の和だから足したものだよね足したものが一番大きい数これねの2乗に等しいからもうここの言葉をそのまま式にしちゃえばいいんですあとはこれを丁寧に解いていけばいいいいまず展開していきましょうここから展開するよ これは公式通りね。x2 乗マイナス 14x プラス49。一応全部書きましょう。プラス x2 乗イコール、こっちも展開します。x2 乗プラス 2x プラス1と。で、これは、えっと、2乗が入っている二次方程式ってやつなんで、全部左側に持ってきます。こいつら全部左に持ってくると、まあ、マイナスに変わるね。符号が変わるから。で、持ってくるとさ、これマイナス x2 乗になるから、1個消えるんよね、こいつ。 x2 乗は1つ残ります。x2 乗。で、これ持ってくると、マイナス 2x だから、これとくっつけて、マイナス 16x。これ持ってくると、マイナス1でくっつけると、プラス48イコール0と。あとはこれ頑張る。ちょっとでかい数なんでね、気づきにくいところもあるんですが、かけて48足して、マイナス16のコンビ。48っていうのは、もちろん1かける48とか、 2×24 ってなるんだけどちょっとね 2×24 とかだと16に近づけらんないとじゃあどっかないかなって考えた時にこれは、えー、まず 3×16 もいけますねで 4×12 もいけるとで 3×16 だと3と16のコンビじゃマイナス16作れないから、まあ、こっちだなと思うわけですだって4と12って足したら16になるからさあいけそうとねなのでこれは右行っちゃうかな x で4ととを使ううでしょうとでかけてプラス +48 にしてるからプラスのコンビかマイナスのコンビなんだよねでも足してマイナス16にしたいから両方マイナスにしないとさ足してマイナス16にならないからこれで OK と。じゃあこれは x がまと12になりますなぜかっていうと括弧の間には掛け算が隠れてます。 あるものとあるものをかけて0になる。そのためには、こいつが0になるか、こいつが0になるか、どっちかが0になればいい。つまり、x-4。ちょ、こね、こっち行くよ。x-4 が0になればいい。これを解けば x、x イコール4だね。まあ、ここの符号を変えたものになりますと。同じく、x、x-12 イコール0を解けば、これになると。だから、4と12が出てきました。よっしゃーって、x 出てきたと。で、もちろん回答欄にこれ書いちゃダメだよ。 ななぜなら今回は3つの数を求めなさいって言ってるから。OK じゃあどっちにしようかなって考えるんですけどここで大事なのがこっちの答えは使えません。わかかるかなこれ何でだと思います気づくなぜかっていうと、X、が4にしちゃうとこのね一番大きい数はさ足す +1 だから5なんですよ。でもこっち4く7だから −3 になっちゃうんだよね。 カレンダーにマイナス3なんてないでしょだって今4が中心になったらここが中心になるからこうなっちゃうんだよ。水曜日じゃんってなっちゃう。だから答えとしておかしいんだよね。ふさわしくない。だから使えません。つまり、x が12。こっちだけ使うことができるので3つの数は真ん中が12。一番大きいのは1を足した13。そして一番ちっちゃいのは7を引くから5となって これで終了とななりますいいかな、まあ、カレンダーの問題っていうのは、えっと、基本的にねこういう解き方がこういうまあ出題され方が多いです。形がね、まあ、最初から決まってる方が多いんだけど決まっていたらある場所を文字で置きますと。 で、そのある場所を置いたら、その X って置いたら、隣は X プラスいくつだろうとか、下は X プラス7になったりするんだけど、全部を X を使っておいて、あとは式を作るための言葉が絶対与えられてるから、それでこうやって式を作れば、あとはもうちゃんとね、丁寧に解いて、で、答えが大体でどっちかがふわいとふさわしくないってなっちゃうから、ふさわしくないのをカットして、回答欄に書いて、で、ぜひね、丸をもらえるようにしてください。 では、えー、今回はね高校受験対策の文章題シリーズ第9弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました